皆さんはですね、なぜですよ、なぜエステサロンを開業したのか、独立をしたのかっていうことだと思うんですよ。で、たくさん話をすると人の脳っていうのは快楽状態になっていきますから、はい、皆さんこんにちは、エステ王子です。今回はある感情を抱かせるとお客様はリピートするということについてお伝えしていきたいと思います。今回はですね、リピーターの作り方ということでお伝えしていきたいと思いますが、今回の、ね、動画をしっかり見ていただくとたくさん、ね、リピーターを作れるようになるというふうに思っておりますので、ぜひ最初から最後まで、ね、見ていただきたいと思います。はい、このチャンネルではですね、エステ王子のエステサロンの経営ノウハウ、カウンセリングだったりだとか、今日お伝えするリピーターの作り方、それから物販のテクニック、こういったノウハウをですねお伝えしております。それからですね、日本一のエステテクニック、まあ、フェイシャル、それからボディね、こういったものもお伝えしてますので、ぜひですね、エステシャンの方、それからセラピスト、そしてこれからですねエステサロンを開業したいっていうふうに思われている方、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。はい、ということで、ある感情を抱かせるとお客様はリピートするっていうことがテーマなんですけれども、まあ、例えばですね、感情っていろいろあると思うんですよ。楽しいとか辛いとか悲しいとかね、まあ、そういったいろいろある中で、どんな感情を抱いていくとお客様ってエステサロンにですねリピートしていくのかっていうことが今回のテーマなんですけれども、では皆さんまずですね、ちょっと考えていただきたいんですけど、おそらくね、この動画を見られてる方は現在ね、エステーシャンの方、それからサロンオーナーさんっていらっしゃると思うんですけども、まあ、多くの方はおそらくこう独立をされている、エステを開業されている方だと思うんですね。で、まあ、ちょっとね、その時のことを思い返していただきたいんですけど、皆さんはですね、なぜですよ、なぜエステサロンを開業したのか、独立をしたのかっていうことだと思うんですよ。で、その時に抱いてた感情って多分あるんですね。で、その感情があるからこそ、例えばね、エステサロンを開業するというですね、まあ、ある意味茨の道みたいな部分があると思うんですけれども、その感情があるからこそそういったところにこう飛び込んでいくことができたということだと思うんですね。一歩踏み出す行動ができたということだと思うんですよ。で、その行動を起こすための感情が必ずあったはずなんですけど、それはどんな感情だったかということなんですね。おそらくですけれども、なんかこうエステシャンね、エステシャンとして独立をすると未来がこんなワクワクすることが待っているみたいなとか、それから今までねエステサロンで働いてたけれども、勤務していたけれども、独立をすることによって今まで以上に自分が考えるサービス、それから美容、健康に対する情報提供などができるようになるみたいなね、もっとね美しいお客様を作れるようになるみたいな気持ちがあって独立開業されるっていう方が多いんだと思うんです。で、これは、まあ、原点何かっていうと、ワクワクしてるところなんですよ。ワクワクする、これがね一つの原点だと思うんですね。で、ワクワクすることによって人はですね、行動をこう踏み出すっていうことができるんですね。普段をね、まあ、少しこう思い出していただければいいと思うんですけれども、例えばワクワクする場所とか楽しい場所、ワクワクできそうな人っていらっしゃると思うんですけど、そういったところに積極的に、ね、行かれるんだと思うんですよ。で、これって何もですねエステシャンに限ったわけではなくて、お客様もそれと同じなんですね。例えばお客様がこのエステサロンに通ったら、なんか自分の未来がワクワクするみたいな気持ちを持ってもらったりだとか、で、このサロンに通ったら理想の自分になれるみたいな風にワクワクするとかですね、それからもっと素敵な自分になれるんじゃないかっていう風に思ってもらったりとか、自分に自信が持てるようになるとかね、はい、それからなんか素敵な恋人ができるんじゃないかとかですね。で、そしてまあこれがまあ基本的なことだと思うんですけど、悩みがなくなる、悩みのない生活が待ってそうみたいな風な、要はこういった気持ちですよね。ちょっとこう未来に対してのワクワクする気持ちを持ったお客様っていうのは、まあ、例えば新規で来られたら契約をしてくださったりとかするわけですよね。なので、そのワクワクの抱かせ方、ワクワクする気持ちを持ってもらうということが、実はですねエステサロンの中ではものすごい重要なポイントになります。
で、こういった気持ちをしっかりね、明確に持ってもらうっていうことがすごく大事なんですね。で、じゃあそもそもそのワクワクする気持ちってどういう接客をしたらなるんだろうかっていうのがね、まあ、気になるところだと思います。で、基本的にはですね、まず楽しいと感じてもらえることなんですね。で、この楽しいって思えるかどうかっていうのは、例えば接客の中で考えていくと、どんな時に起こるかってことなんですね。で、これはですね、基本的にはお客様がたくさん話をしているっていうことが大事なんですよ。で、たくさん話をすると人の脳っていうのは快楽状態になっていきますから、なんかね、楽しいとかワクワクするとか、なんかいい気分になるみたいな感情が生まれやすいんですね。逆にエステーションがやたらたくさん喋ってるとですね、お客様っていうのはまあなんか脳がストレス状態になって不満になったりだとかするわけですよね。そうするとあのサロンに行ってもなんか楽しくないねみたいな感情を抱いてしまいます。なので大切なのは、あのサロンに行くことによってなんか楽しいって思えるとか、未来がワクワクするとかですね、そういった感情を抱いてもらうですね。なので基本はですね、先ほども話しましたけど、お客様にたくさん話をしてもらう。で、そのために何が必要かっていうと、お客様が話してくださった内容をですね、しっかり拾ってそれに対して深掘りをするのか、またそれに対してその話を広げていくのかっていうことをしていくっていうことがすごく大事になるんです。そしてなおかつお客様の話を一生懸命聞いてあげるっていうことですよね。なので、他の動画でもお話ししてますけれども、エステシャンの相槌の仕方とか、それからリアクションの取り方、質問の仕方、これがですね、お客様をワクワクさせる、楽しくさせるっていうことの一つのポイントになるんですね。それからですね、未来に対してワクワクしていただくっていうことですから、質問の仕方もすごく重要になるんですけど、例えばとかですね、もしっていう言葉を使って、3年後にこんな感じになられたらいかがですかみたいな風にね、質問をすると、お客様は3年後のそのシーンをですね、イメージするようになるんですよ。そうするとちょっとそれに対してワクワクするっていう感情が抱いてくるわけですよね。なので、もし仮にとか例えばっていう言葉を使って、3年後、それとも例えば半年後とか3ヶ月後にみたいな言葉を使って、悩みを解決した時のことを想像していただくとか、そうするとちょっとワクワクした気分になるので、そのサロンに通ってみようかなとか、もっと来てみようかなとか、そういうような感情をね、お客様抱くようになりますので、ぜひですね、もし仮に例えばっていうね、この3つのワードを使いながら、お客様の未来ね、この話をしていくと。で、その未来の話に対して、まあ、さらにですね、深掘っていって話を広げていってあげたりすると、そこはより具体的にね、イメージしやすくなりますので、お客様はその未来に対してもっともっとワクワクしていくことができるようになります。はい、なのでぜひですね、お客様にそのワクワクの感情を抱いてもらう。そうすることによって、エステサロンのリピーター客がね、どんどん増えていきますので、ぜひね、実践していただきたいなというふうに思います。はい、ということで、今回はある感情を抱かせるとお客様はリピートするということについてお伝えしてきました、ね、エステサロンの経営で大切なことは何か、リピーターを作るということなんですね。で、そのための一つの方法として、今回その感情の抱かせ方、ワクワクする感情の抱かせ方についてお伝えしてきました。お客様にリピートしていただくっていうのは、まあ、たくさんの方法があって、仕組みの作り方もあるわけですね。まあ、今後ですね、そういった内容も皆さんにね、YouTube でね、お伝えしていきたいなというふうに思っております。はい。ということで、今回の動画いかがでしたでしょうか。少しためになったなというふうに思われましたら、ぜひ高評価お願いいたします。それからですね、今回の動画に対する感想や質問などありましたら、ぜひコメント欄にお願いいたします。そして、これからね、先ほども話しましたけれども、さらにね、もっと深い内容、それから幅広い知識をね、皆さんにお伝えできるようにですね、YouTube ね、しっかりアップしていきたいというふうに思っておりますので、お見逃しないように、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ということで、またお会いしましょう。